べないこと、責めること、それがコツなの。おしがうまくいこう、言えるはず、伝えれるはずなのよ。皆さん、こんにちは、ゆみのメッセージです。今日はゆみママの誕生日をお祝いしていきましょう。朝起きて顔を洗って、今日のための支度はね、あなたどうぞ。これからもどうして生きていくんだ。